はい、どうもこんにちは、ショコラです。今日はですね、こちらの、前にですね、結構5年前ぐらいに、オーダーメイドで作ったこのグリーンのレザージャケットなんですけれども、まあ、ちょっとね、いくつか改良したいなっていうところがあって、それをこの、作ってもらったところにね、お願いして、夏ぐらいですかね、夏ぐらいにお願いして、それが戻ってきましたので、まあ、改めてね、ちょっと紹介しようかなと思います。はい、こちらのですね、レザージャケットはですね、このLDFS さんっていうですね、高円寺にあるこうフルオーダーでですね、ピンボケがすごいなLDFS さん、はい、っていうあのレザーのね、お直しをやってたりとか、こういう風に完全にもうフルでオーダーを受けてくれるっていうところがありまして、そこで作ったやつですね。はい、前にも言ったんですけど、一応これ既製品のモデル的なものがまああって、 あれいいな、でももうとっくに売ってないし、まあ自分で作ろうと思って、まあ、このあえてグリーンにして、まあ、ワッペンもですね、いろいろ探して自分でつけてっていう感じですね。はい、一応、改良どこしたかっていうとですね、バッグのね、後ろにここにですね、本当は、文字をちょっと入れてたんですけど、それがもうちょっとなんかちょっとどうかなと思ってきたんで、そこを、また上からですね、もう一回緑で同じ色でね、ペイントして、消してもらってるって感じですね。はい、なんで仕上がりがですね、こんな感じですね。はい、だいぶ綺麗に消えてると思います。はい、だいぶというかもう全然綺麗に消えてると思います。まあ、厳密に言うとすごい、この距離で見るとちょっとなんかこう塗装した感があるのと、まあ、若干こことの色がちょっと、こっちの緑が濃いかなっていう感じありますけど、まあ、全然気にならないレベルですね。はい、もう正直これ着てて、そこに気づく人はまあいないだろうなっていう、知ってればまあ気づくかもしれないけど、知らない人が見ていちいちそこなんか前文字あってなんか染め直してないなんていう人はまあいないだろうなっていうレベルの、ところなので全然いいです。はい、で中はですね、中もですね、変えてまして、ここ本当はシールって言われる、ちょっとなんですかね、ウールっぽいというか、結構そのボアっぽいものがブワーっと、この腕のここのジッパーのとこギリギリぐらいまで、それを敷き詰めてたんですね、ライナー内側に。なんでむちゃくちゃあったかったです。もう本当正直 B3 と同じくらいあったかったんですね。でこのシールとさらにその間にも、ね、1枚で、ね、ジャージっぽい素材のなんかね、薄いんですけどすごい保温性の高い生地を入れることができて、それもオプションで入れてたので本当にあったかかったですね。もうなんか熱を逃がさないっていうか、保温してくれるみたいなやつがいて、なんで本当にあったかかったんですが、俺自身がやっぱりこう加齢とともにこうちょっとやっぱ体格がね良くなってきちゃったので、太ってきちゃったので、それに合わせて中がそんだけモコモコで、5年前当時ジャストで作ってもらったやつがもう着れなくなっちゃったんですね。なんでちょっとまあ中の、その内側のね、部分を、この普通のペラペラっとしたこっちの素材に変えて、薄くすれば、まだ着れるんじゃないかっていうことでですね、直してもらったんですね今回で、まあ、ついでにだったんで背中のこの部分もまあ消してもらって、っていう感じですね。はい、なので今ね着用するとこんな感じです。で中のやっぱりその厚かった部分、特にこの腕もここまで入ってたんでパンパンだったんですけど、だいぶすっきりしましたね。はい、だいぶすっきりしました。なので今全然着れますね。はい、あの時はねもうちょっと着れないなと思ってちょっと諦めてたんですけど、着れるようになりました、これで。はい、でかつ、その前はめちゃくちゃ暑いんで、その秋相当寒くないと着れなかったんですね。なかなか着る機会が、本当に真冬の日でもパンパンなんでそんなに着込めず、まあ T シャツロン T 1枚ぐらいで着ないと着れなかったし、それでまああっちはあったかいんですけど、耐えうるかっていうと結構まあきつい時もあって、中もうちょっと着込めないとどっちにしろ無理だなし、真冬しか着れないのってすごい難しいなと思ってたんですけど、その問題も一気に解決したので、この中のそのねシールというボアの部分がもうなくなった分、もう秋から全然着れる感じに
やりましたね。はい、なので、まあ、その改良をしたおかげでですね、まあ、切れる期間も長くなったし、体型的にサイズ的にもすごく今の状態で着やすく着れるようになったし、かつね、ここの文字、まあ、若気の至りというか、まあ、若気さんで5年前なんて全然おっさんですけど、まあ、それでもね、ちょっとこう最初のノリでというか、まあ、ちょっとね入れちゃった部分が、よりこうちょっと今の自分の、感じに着やすく、リメイクできたので、それによってすごく満足しました。本当に、はい、フルオーダーで作ってるので決してそんなに安くはないので、やっぱちょっと途中で気に食わなくなってっていうのは本当もったいないなとも思ったし、あとフルオーダーで作ってる分やっぱ思い出もあったので、まあ、なんかちょっと形を変えていきたいなと思ってたんですけど、はい、まあ、なのでね、すごく良かったです。で、一応これは牛革ですね。はい、で、ね、結構ね、俺はすごい好きな革質ですね。なんかこう、タフで堅牢で、厚みはね、多分 1.2 ミリくらいっておっしゃってたんですけど、その割にはなんか俺は結構ね、分厚いというか結構ね、タフな感じがすごくするんですよね。でもね、しなやかで決してこう硬くはないですよね。カチカチのこうギチギチな感じはなくて、結構ね柔らかいんですよね。柔らかいんですけど、なんか薄っぺらくないというか、すごく気に入ってますね。はい、でこのクリーンもまあ、なかなかこう難しいというかあれかなと思ってたんですけど、まあ、でも別に全然もうグリーン着るぞと思って着れば、別に何のこっちゃないかなっていう感じですね。はい、って感じです。まあ、何よりやっぱね、形がフルオーダーでこう作った時のこの形がもう自分の体にドンピシャでこう作れる。まあ俺が太ったら本末転倒なんですけど、実際太ったんで本末転倒だったんですけど、でもまあ言うてちょっとね、鍛えて今ちょっとまたちょっと戻してますし、あとまあ中のね、厚手の部分が薄くなった分でなんとかこう取り戻せてるぐらいの変化なので、はい、そういう意味で言うとね、今すごくドンピシャというか、すごくねジャストサイズっていう感じで着れてます。はい、まあ、よくライダースにありがちなちょっと袖が長すぎてっていう、要は、実際に乗るときにはちょっと短いかもしれないけど、待ち着として着るにはちょうどいいサイズなんですよね。本当にちょうどいいです。全部伸ばせばこのくらいちゃんとあるし、でもまあ曲げてもまあ別にそこまで寸足らずでもないっていうくらいだし、はい、すごくいいですね。本当ここの、長さも自分の理想通りの長さで、作ってもらってますし、だから短すぎて、丈が短すぎてすごい扱いづらいとか、まあ、長すぎてここの腰骨に引っかかるっていうこともなく、はい、あとウエストが異常にここをギュッて締まりすぎてやりづらいっていうこともなく、もう全部ここも希望通りの採寸、ここはちょっと緩めに、長すぎず短すぎず、まあ、このくらいでっていう自分の持ってる理想のライダースを持っていって、まあ、ただこれよりもうちょっと長くとか短くみたいな感じで作ったので、はい、まあ、この襟の大きさだったり、このあんま長すぎて立てれないってわけでもなくとか、ここを締めた時もここが全然苦しくない、こうなるやつもありますけど、これはもうやっぱちゃんと俺に合わせて作ってるんで、すごくジャストな感じなので、まあ、形として、まあ、色はちょっと好き嫌いがあると思うんですけど、形としてはもうやっぱりベストだなって、個人的にはもうすごくドンピシャな感じですね。はい、今もうちょっとね、さすがにロンTと今 T シャツ1枚でちょっとこれだと寒いんで、まあ、上にダウン着たりとかしますけど、あとまあ普通に今の時期着るんだったら、ちょっとさすがに中に薄手のニットは挟むようにしてますね。ロンTでニット挟んで、でこれ着て上にダウンとか着れば全然いけるので、はい、あとまあお店巡るくらいだったら結構お店暖房も効いてたりとかするんで、もう上のダウンなくても、まあ中に結構あったかめのね、ニットを挟めば全然いけるかなっていう感じですね。はい、です。なのでまあまあ、グリーン云々はね置いといて、これは別に好き嫌いものすごいはっきり出る色なので置いといて、ただこれが黒だったり茶だったりね、自分の好きな色であれば、すごくねやっぱオーダーもいいなってやっぱ思いましたね。はい、理想通りの、形、サイズ感が手に入るので、はい、いいと思います。なんでまあ既製品などね、ブランド名がちゃんとあるんで、
リアル・マッコイツさんとかやっぱそルイス・レーザーさんみたいなその名前がいいっていうところもまああるんですけど、まあそれはそれとして、でまあこれはこれとして本当にこう自分にこう合わせて作るレザージャケットの魅力っていうのも結構あると思うので、はい、まあとにかくねこれはすごく気に入ってますし、もうバンバン着ていきたいなとも思いますし、はい、結構ね俺はこのグリーンをすごく気に入ってますね、はい、最近は毎日これを着てます、はい、ですね。ただ一個だけ袖がさっきまあちょうどあれでいいって言いましたけど、やっぱでもね言ってこう腕曲げてる時とかはちょっとここが短いなっていうか、でここから空気入ってくるのって結構寒いんだなっていうのは最近ちょっと思いましたね、はい、まあここあと手袋したりするんで、まあ、全然それはカバーできてるんでいいんですけど、体感としてね、あ袖がやっぱちょっと短いっていうか、レザーのその長くないことで風が結構入ってくるのって結構涼しいんだなっていうのを実感したっていうことですね、はい、まあそういう時はこうチャックも全部閉めちゃいますけどね、チャックでジッパーも閉めたりはしますけどね、はい、という感じです、はい、なので、今日はまあこれ帰ってきましたっていう、まあ、レザーの、ね、紹介なんですけれども、まあもしね、レザー大好きで、自分の体になかなか合ったのが見つからないなとかいう人とか、あとまあ中にはね緑じゃないにせよ、赤とか緑とか青とかちょっとね奇抜な色で、ちょうど欲しい形が売ってないっていう方はね、ぜひぜひねそういうオーダーメイド、ネットで調べればねここの LDFA さん以外にも近場とかね、ところあると思いますのでね、そういうところで、フルオーダーで作ってみるのも面白いんじゃないかなと思います。はい、というわけで本日の動画はですねこちらの戻ってきた、レザージャケットの、改めてのご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。またね、今日もご視聴ありがとうございました。ちょっとでもいいなと思ったら高評価ボタンぜひよろしくお願いします。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。あとこれに、ね、関連動画出てますし、ここにチャンネル登録のボタンありますので、ここをぜひ押してください。明日もね好きな服着て楽しくやりましょう。またね。